俳優イサンイも、ドラマ海町チャチャチャ終了インタビューを内部事情によりキャンセル。カンナム、20日後の韓国期化試験の準備の様子を明かして話題に。すごく難しい。100% 落ちそう。難しすぎてほんと、メンタル崩壊。韓国人も難しいはず。BTS、防弾少年団。11月と12月に米 LA で開催のオフラインコンサートパーミッショントゥーダンスオンステージが全席完売で新たにオンラインチケットも販売したがそちらも完売に。俳優キムソンホの所属事務所、20日に予定していた海町チャチャチャ終了インタビューは内部の事情でキャンセルと発表。オンラインショッピングモール11番街、モデルを務めていた中絶強要疑惑の俳優キムソンホの広告を削除へ。占い YouTube チャンネル皇帝のお嬢さんテレビ、今年2月に公開した俳優キムソンホの占い動画が再注目される。この人は今まで思い通りにいかなくて大変だった。だけど努力してここまで上がってきた。だけど2021年は世間の悪い噂が立つ恐れがある。人に気をつけるべき。昔の友人や恋人、特に女に気をつけるべき。この人は親切すぎるから好きなのかと誤解されやすい。俳優キムソンホ。所属事務所ソルトエンターテインメント公式インスタにいいねで話題に。事務所公式インスタでインタビューキャンセルのお知らせとともに悪質な書き込みに対して法的措置を取ることを案内した。